入れ札。菊池館。上州岩花の大官を切り殺した国定中寺一家の者は、赤城山へ立てこもって、ハ種の取り方を避けていたが、そこも防ぎきれなくなると、中寺をはじめ十四五人の古文は、ようやく一方の決字を切り開いて、新州寺へ落ちていった。夜中に利根川を渡った。渋川の橋は、 取り方が固めていたので、一里ばかり下流を渡った。水星が激しいため、両岸に網を引いて渡ったが、それでも古文の一人は、つい手を離したため流されてしまった。